はいどうもみなさん、おはこんばんにちは、うぷ主ののろけよです。今回は、自由気ままな鉄道実況が第10回を突破いたしましたので、その記念企画として、いわゆる雑差指数ランキングというものを制作しました。雑差指数というのはこうやって出してるんですが、頭が痛くなってくるので先に進みます。この雑差指数というのは、少ない方がランクが高いです。それでは早速、第10位から第1位まで、手早く発表していきましょう。ということで第10位は、雑指数 1400.8 を記録した、189系総式鉄大回りです。この大回りは、内容もさることながら、初回ということもあってかなりの高水準に、昔の動画は当たりどころを探っていた形なので、今より謎な編集が多いみたいですね。続いて第9位の発表です。第9位は、雑指数 1286.2 の、扶桑生誕祭2021です。これは、武蔵野市制作の動画ですね。登場キャラの多さ、セリフの多さ、動画時間の長さと全てが高めなので、第9位に。では第8位の発表です。家主がサボり出したのでドラムロールはありません。第8位は、今昔混じる新州絵です。前後編で分けてごまかしていますが、この動画を合計すると過去最高の15分超えの動画です。キャラは僕一人ですが、動画時間が長いのが影響してますね。続いて第7位です。第7位は、偕楽園を往復する旅です。まあこれは、場所が場所なので仕方ないですね。結構前線した方ですね。ここからはテンポアップ、第4位まで一気に発表です。第6位、北海道旅行記。第5位、ホームライナー千葉乗車記。第4位、伊豆井でいう山鳥乗車記です。こちらの雑指数はそれぞれ、1203.9、965.0、835.6 です。すべて僕の単独実況なので、動画も長さで変わっていそうですね。ここからは、トップ3です。今回も強者揃いではあるが、やはり同シリーズ、そこまで大きくは開かない。思考の雑さを極めた3位と2位、そして意外なものが1位に。強豪を払いのけた王者の風格とは、ということで強豪の一角、第3位から参りましょう。ということで第3位は、おはようライナー新宿26号に乗車、です。なんか僕の動画って、何々に乗車系は結構雑なことが多いようです。この動画は茅ヶ崎から新宿のライナー区間しか出てないので、この順位も頷けます。雑指数は 803.3 です。続きまして第2位、惜しくも準優勝となってしまったのは、第2位は、特急さざ波4号に乗車、です。先ほどのおはようライナーと似たようなものですが、ネタの数でわずかに勝ちました。雑指数は、590.3 です。こんな強者を押しのけた1位ですが、かなり意外なものがランクインします。果たして、第1位は、ということで栄えある第1位は、小石川後楽園プラスアルファです。小石の日記念の時に投稿したやつですね。これの何が意外かって、3人実況で、しかも4回列車に乗っているんです。何々に乗車みたいに1つしか乗っていないわけでもなく、単独実況でもないんです。雑指数は 582.8 ですが、この状況で1位になるってどれだけ雑なんでしょうか。ということで皆様、いかがでしたでしょうか。結構意外なものが上位にランクインしてたので、僕自身結構驚きました。この雑差指数は他のゆっくり動画でも使えますので、暇な人はぜひやってみてください。それでは、今回の動画はここら辺で終わります。次の僕の動画は、初メロ収録です。次回も見てくださいね。バイバイ。